袴田巌さんの再審の無罪判決について検察が控訴を断念したことを受け、姉の秀子さんらが喜びを語りました。これやっぱり終わるんだと思って、58年の、苦労というか、そういうものが、すとんじゃったって言いますかね、喜びしか今のところ ありません。袴田巌さんは58年前、旧清水市で一家4人が殺害された事件で死刑判決を受けましたが、再審で無罪判決を言い渡されました。今日、最高検察庁のトップ、畝本直美検事総長は控訴をしないという談話を出しました。談話では、5点の衣類などの証拠が捜査機関の捏造と断定されたことについて強い不満を抱かざるを得ないとしています。一方で、袴田さんが長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてしまうことになり申し訳なく思うとして、再審請求手続きが長期間に及んだことについて検証するとしました。無罪の判断を覆すことなんてできないから控訴を断念してるんですね。それなのにそこに全く触れてない、まるで控訴すれば無罪を覆せたかのような談話、これは非常に許しがたいものです。弁護団はこのように述べ、検察を批判しました。検察は明日、上訴権を放棄するとしていて、袴田さんの無罪が確定する見通しです。